ベースもそういうのは？いや、もちろんそうですね。うん、あ、ベースも俺とドラムがやってると嫌だと、自分もやって嫌って言われたことがある。そういうわけじゃなくて。ああ。ベースは、まあ、サポートしてる。ですね。その、結局そのドラムの人って、僕はよく、この、もともとドラムってこうだった。それがこう、こういう風になったのは、ここを開けたかったからだと思ってて、ここで結局その、要はギターがやってるバッキングの部分を一つでやりたかったから、その、最初からいきなり僕も長いフレーズって難しいから単発のフレーズを教えさせるんだけど、なんかその、基本的には3人が3行で違う歌を歌ってるっていうイメージで、相手のフレーズになんかこう、影響を受けて自分の歌が変わるのはいいんだけど、相手のフレーズが待ってましたとばかり食いつくと、でしかも大体そういう人って、食べ散らかすんで、そこだけ取って、その後何も、そのオチを言わないみたいな感じになると嫌なのかな。ちょっとその3年、ブルースみたいな感じになる。ワン、ツー、スリなんか自分が喋ることないからずーっと相手の話題待ってて相手が知ってること、いきなり相手がそのなんか知ってる単語を言ったらその単語だけ言うみたいな会話と一緒なんで、なんか喋ってていきなりその会話に食いつかれて、でもその単語言うだけだから、うん、なんかこっちが2人で喋ってて、なんだろう、最近そういうコロナでジャズミュージシャンね、たくさんちょっと亡くなってみたいな話をした、コロナみたいな知ってるみたいな、そうですね、ジャズミュージシャンジャズミュージシャンそうエリス・マルサリス亡くなったよね、エリス・マルサリスエリス・マルサリスみたいな、ちょっとネガティブな話題で申し訳ないけど、その単語が入って別のフレーズをつなげればなんとかなるみたいなのが、うん、だからこのフレーズはなんかあって、俺がそれを引き継いで、あ、コロナっていうと最近こうだよねみたいな話つなげて、こっちはこっちでちゃんと話が成立すれば、うん、なんかうまくいくと思うんですが、ワン、ツー、シなんか普通だよね、これ普通ですね、うん、だから相手のフレーズがあってこっちが書けるそのフレーズを勝手に取って、そっちはもう違う話に行ってるけど、うん、こっちはこっちでタカタタカタタカトトンダーンちゃんと歌ってれば、なんか歌と歌がちゃんとこう、さっきあの前回言ったけどこう波みたいな感じ、うんうんうん、こう波を混ぜる分にはいいんだけど、そこの部分が全部なんか単語レベルだとすごいこうイラつくというか、そうですね、困っちゃうっていう、そう、まとわりつかれた、そう、手が止まっちゃいますね、僕の場合だと、なんかこうポップスとかでも全然なんか普通になんかこう全部ついてこられると、そういう人結構ドラムで上手い人がいることよくあるんだけど、それができるみたいな感じになっちゃうんだけど、俺は結構グルーブはグルーブでずっと進んでって、たまに変形する分にはいいけど、8ビートでなんかこれ見よがしなフレーズやってドラムがくっついてくって、8ビートブルースで、
りうまくキャッチできんかったけど、まあでもタカ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 とか、丸ごと合わされるとやっぱこうちょっときつい、うん、じゃあきついですね。まあ、丸ごと合わされるとなんだろうね、なんかあのどうして欲しいんだろうって感じるのかな、なんかなんだろう、次の歌に行きにくい。そうですね、まあそこからもう変化できない感じもするし、そうだよね、だから音がいが自立してればタカ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 のフレーズを、はいはい、変わんなかったかもしれないけど、まあ一応そのこっちのフレーズは自立してるみたいな、うん、全く一緒のそのタカ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 っていうフィルに比べるとタクツタクツタクツタクってこう、そのまあ一拍半っていうか、まあ、ポイントだけ捉えるみたいな感じ、ね、そうそう、アクセントだけ取ってもらったり、うん、そこから変化させてもらった方が、まあこれはこれで置いといてってできるもんね。そうですね、だから、うん、結局はそのそこの部分だけに着目されてそこの部分だけくっついてこられるのがしんどいみたいな、うんうん、そうですね、感じのイメージがある。なんか昔もなんかそういうのなんかよく言われて、そのいちいちフレーズ一個一個に対してあんま合わせなくていいよとか、うん、あとはそのコール&レスポンスとかもなんかこう嫌がる人もいるよね。なんか定番のコール&レスポンスをやるとなんか、これはやられると嫌だなみたいな、あ、うん、まあ著作権的な問題もあるからあれだけど、あの例えば、8トレーンだとあのタラジャララタタラツタダタタっていうのは、あれもうガンとして合わせない人もいるし、必ず合わせる人もいるしみたいな、ドミナシングのサビのところでタタタタティ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 ってやると止まっちゃう感じがするからか、絶対やりたいっていう、それや毎回、ま、コーラスごとに合わせてって言ってるミュージシャンもいるし、それはまあ1、2回、1回はいいけどまたやるみたいな感じでもう完全にあのそこにはいかないようにする人もいるしみたいな、そこら辺はだからこうまあどっちがいいとかっていうわけじゃないけど、それはもう人のあれだよね、個性だよね。そうですね、もう好みによる感じがしますね。あんまり好きじゃないでしょそのでみんながみんなやってるのは好きじゃないですね。誰かがやってるのを眺めてるのが好きかも。お前はやらんのよいや僕はやりませんよってことです僕はそれには興味ありませんよってことでいや興味あるんですからね、こうなんか興味楽しそうに話してるの横で聞いてるのが好きみたいなそういうの自分は、まあ、全員が寄っていくと、まあ、要は結局アンサンブルでしょうけど全員一緒に合わせちゃうと立体感なくなっちゃうから、うんうんうん、やっぱりこう誰かがこう話し始めたら、これ昔トリオの時によく言われたけど、例えばそのビル・エヴァンストリオだったら、ベースが、スコット・ラファロとエヴァンスが結構2人で絡んでるからドラムは結構キープに回ってるけど、ブラッド・メルドの時はあの要はホルヘ・ロッシーとブラッド・メルドがバーッと遊ぶから結構ラリー・グレナディアがキープに回るみたいな、うん、誰かがこうしんがりをやっていて2人がバーって遊んでて、で2人が誰かがキープし始めるともう2人が遊んでるみたいな形にするとかなのが面白いのかなとは思って、だからあのイスラエルで3バックフレーズ言うじゃん、知らない、タンタダララタタラなんでベースがダッツタンダッツタン、あ、はいはい、要は1拍半をずっと、うん、でドラムと2人でずっと1拍半行くんだけど、ピアノはずっと4拍子のまま知らん顔して弾いてるみたいな、うん、あれがすごい、あれもピアノも全部ついてて、その3拍フレーズばっかりやっちゃうと、なんかすごくこう つまんない感じになるから、うん、だからその、まあ、昔言われたのは、サッカー選手が、うまいサッカーチームっていうのは、ボールのところにブワーって密集しないけど、子供のサッカー、ね、あの、子供たちが、まあ、まだ幼い子たちがサッカーやってると必ずボールのところに22人全員いるみたいな、キーパー以外は20人が全員ボールの近くにいてボールがポンって出ると20人が全部こう出ていくみたいな感じになるけど、上手くなると相手がここにいるから俺は次のことを次の手を考えてここにいるとか、うん、っていう方がやっぱりこう
綺麗かなっていうのもあるし、うん、やっぱこう、こう、こことここは一緒だけど、この人はこっちにいるからすごく立体的に見えるって感じで考えてはいるんだけど、うん、そんな感じですかね。そうですね。それが一番なんか綺麗にアンサンブルできるっていうか、うん、そういう感じがします、ね、うん。なのでまあ。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。